はい、ということで、アメリカのヤンキースから8年ぶりですよ、古巣の広島東洋カープに戻ってきた黒田投手ですけれども、なんとその球場で使われる登場曲にビーズの2人が、ね、楽曲提供というかね、曲を作っちゃったということなんですよね。今回すごく話題になっておりますけれども、まあ、そのいきさつですね、あのビーズの松本さんのお話だと、今年の2月に、まあ、縁があって、黒田投手とお会いする機会があったと。でその翌々日に、黒田投手の方から直接登場曲の依頼を受けましたということですよ。で、まあ、とても光栄に思うと同時に、黒田投手ご自身、引いてはファンの皆様の、士気の上がる楽曲を提供しなければという思いがありましたと。もうまっちゃんらしいですよね。で、まあ、開幕まであまり時間がなかったのですが、このオファーはミュージシャンとして興味深く、良い楽曲ができそうな予感はありました。カントリーミュージックの代名詞的な楽器、バンジョーのリフから始まるのはアメリカから帰ってきたサムライといった感じのイメージですと。お会いした際もすごいキャリアをお持ちにもかかわらず謙虚で、まあ、まっちゃんも謙虚ですけどもね野球に対して前向きな姿勢で男気を感じましたと。日本プロ野球メジャーリーグで体調を維持し結果を残されてこられたことは、プロとして業界は違えど、尊敬に値することだと思いますと。ちょっと今コメント見てて、正直今泣きそうになってきてるんですけど。で、まあ、最初のところですね、ウォーウォーのパートは、黒田投手登場時には、球場が一体となりファンの皆様の大合唱で盛り上げて、いただければと思いますということです。松本さん、最初の振り、振りっていうかパートですね、ウォーウォーウォーってやつですね、昨日のスポルトで流れてまして、ね、ありましたけれども、で、この稲葉さんのコメントですけれども、特定のアスリートのための作品作りは初めてだったので、非常に新鮮な気持ちでやらせてもらいましたと。でどんな試合でも粘り強く科目に投げるという男なら誰でも痺れるような黒田投手のイメージがありますが、他人には見せないであろう葛藤なども想像しながら言葉を選びましたと。単なる黒田投手のテーマソングではなく、それを歌う私や聴き手の自分も、投影できるビーズの作品になったと思いますというふうにコメントを、ね、残してありますけれども、本当に、いや、今ちょっとこのコメント見てて今涙が出てきてますなんか嬉しいよね、なんかこういうことってね、嬉しいね。うん、ということでスポルトの方で流れてましたので、ちょっとそれを、聞かせていただいたんですけれども、力強いね、本当に力強いなと思いました。あ、ということでね、CD のリリースとかっていうのは全然決まってないのでこれからだとは思うんですけれども、まあ、今ちょうどビーズもライブツアーをやっているところですから、エピックナイトっていうねツアーをやっているところなので、もしかしたら今後のツアーの曲に組み込まれるかもしれませんし、大きい規模になってからのスタジアムクラスになってから演奏されるってことも考えられます。まあ、いつもいい意味で裏切ってくれるビーズなので、今後の活動もね楽しみなところでもありますけれども、でもね、まずはこのレッドという曲で、黒田投手を盛り上げて、いければいいなと思っております。ということで今回は、広島東洋カープの黒田投手の登場曲として、ビーズが書き下ろしをしたレッドについてお話をさせていただきました。